世界の一流企業の入社試験とは経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。私はですね、一度も正式な入社試験を受けたことがありません。 正式な入社試験とは筆記試験と面接試験があるものです、えー、履歴書を持参して面接する程度の試験しかね実は私経験したことがないので入社試験の問題っていうのがどのようなものかっていうのを正直なところ把握していません、えー、そこで今日は世界の一流企業の入社試験について分かりやすく解説したいと思います まずね面白い問題だと思ったのがグーグルの入社試験、これちょっと紹介しましょうかこんな問題なんですねあなたと隣人が同じ日に同じ場所で不用品セールをこう開催するということになったそうですであなたには100ドルで売れると確信している商品がありますところが、なんと隣人もです、ね、隣との全く同じ商品を売ろうとしてたんですね。しかも 隣人に聞くと40ドルで売るつもりだってことなんです。あなたは100ドル、えー、隣の人は40ドル。さてさて、えー、この隣人と特に親しくするつもりがないとしてあなたはどう対処するでしょうかというね、これが Google の入社試験なんだそうですで。この問題ね、おそらく多くの人が 付加価値をつけることで100ドルでも安いと思わせる方向性を考えたと思うんですね。えー、ところが答えはもっともっとシンプルで、えー、隣人の商品を40ドルで買って100ドルで売るというのが回答だったそうです。 え自分はその商品が100ドルで売れると確信しているところがこれポイントで安く仕入れて高く売るというのは、ね、ビジネスの基本中の基本です、まあ、その基本をです、ね、え忠実にやりましょうという、ね、これが Google の入試問題の回答です次、マイクロソフト行ってみましょうかえマイクロソフトはです、ね、マンホールの蓋の話ですね マンホールの蓋が四角ではなく丸いのはなぜでしょうかという問題ですあこれもしかしたらね特別ねまあのマイクロソフトの問題でもなくても、ま、んか雑学のクイズみたいなのでもね似たような問題あると思いますまあ、答えはねもう簡単で四角いふただと斜めにすると穴に落ちてしまうからなんですねなので丸い蓋、マンホールの蓋たは丸いってことですさて次は3番目 YouTube の入手問題ですね これはね面白い魚のいない海で魚を釣り上げるための方法を考えてくださいというものなんですねこれ結構ね矛盾をはらんでますよね海のいない海で魚を釣り上げる方法ね魚がいないんだからどうするんだって話なんですねでこれは魚がいないという前提があるにもかかわらずですよ多くの人がなんとか魚を釣り上げる方法を考える、まあ、ここがねあの落とし穴なわけですよ で答えは海に魚がいないから釣りを諦める魚が現れたら釣りを始めればいいという,っていう、ねまあ、至って当たり前の回答なんです。 で海を市場そして魚を消費者と考えた時に消費者がいないのだから無駄な労力と時間を使う必要はないですよということで無駄な抵抗はやめて他のことをやりましょうということなんですねこれビジネスの世界であれば、まあ、ごくごく普通に皆さんそうなると思うんですよねお客さんがいないのにね何とかしてお客さんに商品を買ってもらおうなんてそれ絶対無理な話なんで。 お客さんが現れるまで待ちましょうとかお客さんがいるところに、ね、市場を移しましょうっていうのが正解ですね4番目、BMW の入手問題ですねこれねちょっと難易度が高い問題だそうですいきますよある人が8元で鳥を1羽仕入れました一旦9軒で売りましたが10軒で買い戻し再び11元で売りましたいくら儲けたでしょうかっていうことなんですね。 答えは2元の損え、またはそれ以下の儲けということなんですね。普通に考えればね、これ2元の儲けのように思われるんですね。えですが、最初から11元で売れていれば、実は3元の儲けだったところ、途中で売買繰り返してますよね。で買い戻したマイナス1元と合わせて2元の損失になるということなんですね。まあ、ちょっと複雑な問題だということです。で最後、アップルの入手問題いきましょうか。 これもね、難易度が高いです。一見するとね、ちょっと訳がわからない感じになっちゃうんですけども、行きますえ。テーブルに裏表のあるコインが100枚並べられています。10枚は表が、90枚は裏が上になっているということなんですね。いいですかね。10枚が表が上、で90枚は裏が上になっているんですよ。 あなたはコインの裏表を感じたり見たりあるいはどんな方法を使っても知ることはできません表が上になっているコインの数が同じになるようにコインを2つの山に分けてくださいという問題です問題の意味が分からないという方も、ね、いるかもしれないですよねちょっと複雑です枚枚枚ののの、コインを10枚と90枚の2つの 山に分けます10枚と90枚の2つの山に分けた際に10枚の山の方に表を向いているコインが3枚あったとすると90枚の山の方には7枚の表を向いているコインがあるはずですそこで10枚の山の方のコインを全て裏返すと表を向いているコインが 7枚と裏が3枚となり90枚の山と表を向いているコインが同数になりますっと、まあ、なるほど問題なんですけどね、まあ、これちょっとね考えてもねもしかしたらわからない人の方が圧倒的に多いのかもしれません私もねちょっと考えてみたんですけどこんなストレートですわ、ね、からなかったですよね でまあこういうねえっと世界の一流,一流企業の入試問題ねこれネットで検索すると結構出てるんですねで今日ね紹介したのはこれが解けたら google 採用一流企業の入試試験がユニークで面白いっていうい、ね、うサイトのに載ってたものをね紹介しましたでまあ,あの地方の中小企業とですね世界の一流企業ではですねなんかこう問題入試の問題の、ね、方向性が違う。 っていうね、感じも受けてしまうんですけども、こうより、なんていうのかな、その頭の良さとか、発想だとか、えー、まあ起点をどうやって聞かしていくかとかね、まあ、そういうところですよね、そういうのを問われている入試問題が多いのかなっていう気はしますよね。でまあ、入試問題っていうのはね、企業によっていろいろあると思いますけども、例えば私の友達で金型を作ってる製造業の 会社があるんですけどもそこはですね、えー、入試問題まあ筆記ううは筆記であるんですけども実技としてプラモデルの制作をね、えー、やってもらってるっていうのがありますよねやはり手先が企業じゃないとねなかなか務まらない商売ということでプラモデルを作ってもらうっていうのを、えー、入試のね、えー、でやってもらってるっていう企業さんもいましたよねまあその辺はね業種業態あとは社長の考えで会社の文化だとか社風 ですよね。まあそういうのを考慮しながらですね、入試問題はこういうものでは、こういうものでは、ではこういうものじゃないとダメだっていうね、そういった規定があるわけではないので、えー、独自の、ね、問題を出しても全然構わないってことなんですよね。まあそんなこともね、考えながらですね、より、えー、っとですね、 こう戦力になるね社員を採用できるかっていうねこと非常に重要になってくると思うんですよね。で今、採用問題というのは非常にですね、えー、経営の中で重大な課題になっております。かなかなか人が採用できない採用してもすぐに辞めていくとかねあとは若い人採用したんだけどその若い人を教育できるような人が社内にいない。 または、えー、もうね50以上の人が多くて20代の人とのジェネレーションギャップの中でやはり話が合わないとかいろんな問題が出てきてるんですね。で、おそらくね次のステップとしてはやはりえー、っと会社側が欲しい人材をいかにして採用できるか。 っていうねまあそうなってくるとこの入試問題っていうのは核になってくると思うんですね、えー、集客は、まあ、集客っていうのはまあ採用ですよね応募者を増やしていくそんな中でこの入社試験っていうのをどういうスタイルでやっていくかこれがね非常に重要なことになってくるんじゃないかなと思いますよねあのこの入社試験が甘くなるとやはり入社してからもねすぐ辞めてしまうとかねやっぱり入ったんだけど自分が考えていた企業じゃなかったとかいろんな問題起き てくると思うんですよねまあそんなことでこの人材に関わるね入社試験というのを今回おそらく初めてこの動画で入社試験の話題をお話しさせてもらいました。 今日の話が役に立ったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします下の概要欄にですねメルマガ社長の大学の登録の url を記載しておりますメルマガ社長の大学もよろしくお願いいたしますそしてもう一個お知らせがありますけどもこの動画が終わると案内が入ると思うんですけども当社で発行しています電子書籍法人営業新規商談を激増させる方法というね これをですね、無料でプレゼントしております。でダウンロードの URL 等々が書いてありますので、ぜひですね、ダウンロードして新規の商談を増やしてください。